海が凍り始める頃、南極のコウテイペンギンは繁殖期を迎えます。卵を温めるのはオスの役割です。冬の間の4ヶ月、何も食べずに厳しい寒さに耐えます。待ちに待った春、オスたちが待っていたのは別の場所で冬を越していたメスです。久しぶりの再会です。メスは子育てに備え、冬の間海で栄養を蓄えていました。次々と戻ってきます。メスには嬉しい出会いがあります。冬の間に生まれたヒナです。コウテイペンギンの世界一過酷な子育てです。フローズンプラネット、氷の王国を壮大なスケールで描きます。